琴平神社の所在地、琴平神社は、京都府京丹後市峰山町にある神社、府社。文化八年、峰山藩七代目藩主であった、京国高吉の命により創建された。家内安全、商売繁盛、交通安全、海運役よけ、大量満足、海上安全、学業成就、病気併優、安産などの新徳を有し、丹後一円から信仰を集め、 地元では親しみを込めて、単語のコンピラさんと呼ばれる。2017年4月、文化庁により、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化、伝統を語るストーリー、日本遺産の単語地理面回路を構成する文化財の一つに認定された。万物を司る神であり、五穀豊穣、食産業繁栄、薬病よけ、酒造り、 海南救助、国家国土と国民生活の守り神など、広大無辺な信仰を集める。大名ムチの神、八穂の神、大国魂神、美しくに魂神などの御名がある。大和国一の宮の大宮神社のご祭神でもある。琴平神社系大江図大正期の琴平、神社三道正面大正期の琴平神社拝殿と、回廊京丹後市峰山町の琴平神社は、 文化8年、峰山藩七代藩主、京国高、備えの命によって創建された。京国高吉は、佐抜のコンピラ権限の霊感王が迅速で、たびたび貢献を深く感じたことにより、文霊を峰山に誕生することを望み、文化7年3月、小峰山増長院の僧、御琴と光に相談した。 コンピラゴン元は日本一社として文宮をしないおきてがあったが、当時のコンピラゴン元列島であったコン院が、御コ光ヒと共に、高野山で学んだ旧地の中であったことや、高宗内の同族である多度津藩の京国家の縁もあり、文宮が認められた。翌文化八年二月十九日にコンピラ宮で胸常識が行われ、四国へ大参していた。 峰山半盤島渡辺忠し春貌によって2月23日に御神体が当地に潜ンされた。当時の社殿は昭和2年3月7日に丹後半島を襲ってきた丹後自身により全壊し失われた。現在の社殿は昭和8年に再建された。境内には本殿、拝殿、神門、絵馬社、長寿社、7つの末茶、 11体の狛犬、水盤、亀の池などがある。木島神社、猿田彦神社、佐々木神社、八坂神社、秋葉神社、稲荷神社、属島神社、石橋のかかる池には多くの亀が飼われている。社務所にて50円で亀の餌が購入できる。大正期の山や大垣大祭の境内春季大祭1957年時には、単語最大の祭りであり、3万人の人出があった。 2019年時には、峰山よさこい連、峰山民謡同好会、子供踊り振興会の3団体から構成される、コンピラ春祭りの会によって、地元の子供から大人まで総勢60名が踊りを披露する、初の企画が模様された。下季大祭みな月き祭り側すそ祭り、大原石礼祭神新が非常に大きいため、最小でも50人はいないと担ぎ上げることができず、 人員確保が困難であることから、長年代謝による巡行が行われてきた。しかし、ご鎮座200年祭より、笹ぐかき巡行を再開している。御子と御祭10月の秋祭りには、御子の塗御があり、吹き十一1台、本屋台十代、台、竹屋台、芸屋台等九台、岡倉一組が、その先行を務め、各屋台が祭り林を奏でながら、町を練り歩いていた。 しかし、昭和2年3月の大震災が原因で、屋台2家を残して、消滅した。新滅祭り、紅葉祭2017年時には、11月26日に、住民らの実行委員会と、琴平神社によって、新滅祭りに合わせて、コンピラさんの紅葉祭が、同日開催された。境内では、地元の産物などを販売する、模擬店が立ち並び、 豚汁が無料で振る舞われた。また石段のふもとでは、峰山いおさこいれん、はの女性15人が、単語チリめの衣装を身にまとい踊りを披露した。香川県の琴平宮の文例がごちんざして200年の、節目の年を祝うために2011年4月10日に行われた。創建200年の記念に、 薬落としクッキーの販売が行われた。琴平神社にちなんだ駒猫に関して、駒猫ステッカーが付けられており、好評を博した。1991年に、香川県のコンピラグから送られた金の祭祀道具で、ある金平が奉納された。平安神宮の神職が、浦安の舞などを捧げた。また、1972年の北丹後地震で、 消失した11機の出汁の不機関のうち1機を新調してお披露目された。コンピラ手作り市コンピラ手作り市実行委員会が主催し、2009年10月18日から1月2月を除く毎月1回に開催されてきた、ことひら神社境内で行われる手作り市で、通常は15から20の露店が並ぶ。放日する第1回目の小マネコ祭りでは、 第70回目のコンピラ手作り誌に合わせて開催されたことにちなみ、境内には猫にちなんだ作品などを販売する露店が70点が並んだ。以来、コマネコ祭りの主要企画として、毎年祭りに合わせて大規模な出店を募っている。第2回目のコマネコ祭りでは80回目の手作り誌、開催日であったことから80店舗の出店が、 予定されていたが、悪天候による祭りの中止とともに順延となった。コンピラ手作り師は開催回数を重ねるにつれ工夫され、雨天時には、社務所や斎場を会場に、室内で開催されるようになった。内容は、手芸品、陶器や工芸、カバン、衣類、パン、野菜、鉢植えなど手作りであればよいとされ、ワンデーカフェやミニコンサート、占いなども行われる。 長く続けることを目標の一つとして開催されている。琴平神社の抹茶である木島神社には全国的に見て珍しいとされる駒猫がある。この駒猫にちなんで2016年9月18日第1回駒猫祭りが京丹後市の琴平神社を中心に開催された。岩国屋、薄毛吉村伊助よさの鉄管京極高久書籍。 ありがとうございます。